安田雅史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。的場浩司です。よろしくお願いいたします。この番組は我々若手俳優安田雅史と的場浩司がお送りしてまいります。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ2人とも俳優として、まあ、次セカンドの土台ベースになるようにという思いで、番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それではまず我々2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。今喋っております、僕安田雅史は1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球漬けの生活でしたが、まあ、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、いつかはですね、幼い頃からずっと頑張ってきた野球をテーマにした作品に、まあ、出演やスタッフとして携われたらと思っております。そしてですね、まあ、今年の秋、公開予定の映画ラストソングはという作品に、くぬぎゆうさくというラジオ局のディレクター役で出演させていただきました。まあ、予告編がアップされましたらこの番組でも紹介させていただきますので、皆さんぜひご覧いただきますようお願いいたします。また、去年ですね、ブルガリアソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャーコミックコン2019で招待上映された映画22世紀寓話にも出演させていただいておりまして、こちらは予告編がアップされておりますので、ぜひ22世紀寓話で検索していただければと思います。そして今お話しさせていただいておりますのは、的場浩司と申します。山形県酒田市出身の22歳。先月4年間通った昭和音楽大学ミュージカルコースを卒業しまして、これから俳優業一本で頑張っていこうと思っております。現在はドラえもんや映画の現場でエキストラやスタンドインなどで参加させていただいておりますとともに、映像演技のワークショップなどでも勉強をしております。また、先ほど安田さんがご紹介された、今年秋公開予定の映画ラストソングはで、僕は草壁大吾というお役で安田さんの後輩 AD の役で出演させていただきました。そして、親からいただいたこの190センチほどの、高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って頑張っていこうと思っております。それでは今回最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅とのその駅数がですね、必ず往復ジャスト50駅で田端まで帰ってくるというものです。ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは意図的に変えるようにしております。今回向かった場所は静岡県の静岡市にあります静岡駅です。この静岡駅に行った理由なんですけれども、はい、まあ、前々回ぐらいに指摘があったのと、まあ、改めてですねまあ今回の行き先を考えようと思った際ですね、はい、まあやはり確かにちょっと東日本攻めすぎてるな俺はというのがありました。攻めすぎ、はい、東日本そうですねって思い、まあ、まあ決してね、まあ、甲子君のその指摘に、はい、まあね、まあ迎合したわけではなく、はい、もうそうですよ、もう決してそれはありません、うん、ないということで、もう純粋な本当に気持ちで今回はよし、まあ、とにかくまあ行くとしたらまあ西かなと思い、まあ、西でそして東海地方に行ってみようかなと、はい、西のその東海地方ですね、はい、でその時にまあ特にプライベートで、いつも、通過ばかりしている静岡駅というのに、はい、通過はするけども、そういつもあのプライベートであの大阪とかよく行ったりするんですけれども、はい、静岡駅は本当に降りたことがないなと、うん、今そのリサーチじゃないですけど、そのこの行ってる時を考えた時に、はい、確か行ったこれは行ったことにはなってねえなと思って、あ、通過しただけで、ね、そう通過してるだけだから、はい、じゃあこれを機にちょっとね、行ってみようか、いいタイミングだし行ってみようかなと思い、まあ、今回ねこの静岡駅にちょっと行こうかなと思いました。
で、この静岡駅のちょっとあの概要を少し説明していきたいと思います。はい、お願いします。はい、JR 東海の所属駅となります。で、開業は1889年、はい、明治22年ですね。で、1997年平成9年にですね、実は新幹線の改札口に、まあ、自動改札機を導入したんですけれども、まあ、これは全国の新幹線の改札では初なんですね。はい、まあ、ちなみにその在来線はもうちょっと前の1992年に、はい、まあ、平成4年にですね、まあ、導入はされていたんですが、はい、新幹線での、まあ、自動改札機の導入はこの静岡駅が初めてだということで、初めて、はい、そして2012年、平成24年静岡駅発着の、まあ、東京直通の普通列車が、まあ、配置されたということで、今回ですね、1本ではいけないんです。絶対乗り換えなくちゃいけないということになってしまいました。そして、2017年度の平成29年度の1日の平均乗車人員ですね、はい、は59,856人だそうです。非常に多い、はい、というそういう風な、静岡駅に行ってまいりました。ルート説明に行きたいと思います。はい、お願いします。まず駅は山手線の外回りに乗りまして、はい、田端駅から上野駅まで行きます。ここで4駅です。そして上野東京ラインに乗り換えまして、上野駅から東京駅まで行きます。ここは1駅です。そして東京駅から、JR 快速アクティという、快速列車に乗りまして、はい、東京駅から熱海駅まで行きました。はい、ここで16駅ですね。16、はい、はい、JR 東海道本線に乗り換えまして、ここで熱海駅から、まあ、目的駅の静岡駅まで、はい、ここで17ということで、17、はい、行きは合計38と、すごい、はい、もう行きだけです。あと12しか残ってないです。そう、もう行きでこんな使っちゃっていいのかというぐらい贅沢に使わせていただきましたね。そう、僕毎回気になるんですけど、はい、この結構行くのにも結構時間がかかりそうじゃないですか、うんうんうん、この乗り換えが何回もあって、うんうんうん、それでこう実際こう何をして楽しんでるのかなって。何をして楽しんでる、あ、だからまあ風景を見ながら、そのやっぱりね、田端から、まあ、東京からでも、はい、もういきなりそのビル群が建つじゃん。で、そっから東京からもう熱海っていうだけでもうね、あ、全く地形が変わってくるんですか。地形が変わってきちゃうし、はい、そのビルがなくなって、まあ、そういうなんだろう、田園風景じゃないけどそういうのをやって、しかも熱海だと海が近く、はい、どん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 近くなるんで、はいはい、海を見ながらってい う, うーん。で、まあ、今回感想の時にも言うんですけど、雨だったんですね、あいにくので。雨でちょっとあの海はそんなによくは見えなかったんですけれども、いや、海いいですよね。あの車窓というか、まあ新幹線を使うと、うん、僕も山形帰る時に必ず新幹線使うんですけど、その時に隣をバーってこう海が一面に見える日本海。いいよね、いいよね。もう俺も海好きだからさ、だから海をね眺めるの俺も好き で、まあ、その何やってるのって言われると、まあ俺ゲームが好きじゃん。ゲーム、まあ、そうですね、ゲームが好きだから、ね、そうだからスマホとかで、はい、そうよくアプリとかをやってるんだけど、はいはい、この行きのルートの時のその快速アクティ乗ってる時に、はいはいはい、その東京から熱海って、はい、関東平野からそのあなんだろう、伊豆とかのその、はい、山岳地帯に入っちゃうんだよね。で、はい、トンネルとかがすごい入るんだよね。あ、トンネルがすごい、それだと電波そうがないから俺のアプリが全然使えなくてやばい、どうしようと思って、もう好きなゲームができない。そうだから、もうひたすら曲を聴きながら、こうなんかもう無でこう外真っ暗なトンネルの中を想像すると面白いですね。でやべえやつだろっていう感じでね、はい、そうだからそういう感じでしてた。本当に行きはね本当に時間かかった。38ですもんね。そうで、帰りなんだけど、帰りはねもう逆にもうあと12しか残ってないから、はい、超早く帰れた。あ、そうなんですか。そうそう、ルート説明をそうすると、まず静岡駅からもういきなり新幹線に乗っちゃいます。はい、はい、JR 新幹線の光ですね、はい、今回の乗ったのは光に乗って、静岡駅からいきなり東京駅に行きます。もう一気にじゃないですか。もう一気にダーン行っちゃう。ちなみにこれで4駅
4駅、そう4駅でもう静岡から東京まで停車する駅ですもんね。そう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 、で東京駅に着いたら山手線の内回りに乗って、はい、東京駅からもう目的の田端駅行って、ここで8駅で足すと12で、まあまあまあ、そうで、まあ、ジャスト50達成っていう感じになって、本当に帰りはすごい楽だったね。実際どうだったんですか、静岡。お、静岡駅は、静岡はね、本当にね、なんだろう、その今まで JR 東日本の駅とか、はい、そういうのばっかり行ってたから、なんか JR 東海の、所属駅なのか、なんか僕の完全な個人的な意見ですよ、はい、これ、はい、なんか大阪駅っぽいなって、なんかその大阪駅っぽい、うん、説明すると、なんだろうな、よくさ、なんとか駅とか静岡とかさ、まあ、例えば、はい、今回だから静岡とか大阪でも大阪ってあるけど、その標識駅の、ま、そう、あ、駅の上にそうそうそう、ある、ね、ああいうの感じが、なんかJR 東日本だと、なんか緑色がなんかたまについてたりしたり、あと駅の、そう、駅の構内とかもなんか緑っぽいとか感じがあって、うん、で今回なんかその JR 東海の駅だとなんか青とかそういうちょっとシックっていうか、その硬い感じのその雰囲気があって、あ、はい、あ、なんかちょっと違う、ワクワクっていう、あ、それがその向こうの駅っぽいってことですね。あくまで僕の個人的な意見ですが、そう、で、まあ、その静岡駅が中はすごい広々として、まあ、その静岡の玄関とか中央ターミナル駅だから、はい、やっぱりすごい大きくて、で、そのいろんなショップ、はいはいはい、お店が入ってるんですけれども、まあ、買い物客もいたんですが、まあ、やっぱりビジネスマンとかもやっぱり多くいらっしゃって、すごい人が、その雨の日だったんですけど、にぎわってましたね、すごく。雨の日なん、そう、雨の日なんですけど、まあ中だからね、まあ、うん、そうで、駅の近くに、はい、駿府城公園っていう昔の、駿府城の跡地の公園があるんですけれども、はいはい、駿府城、はい、はい、まあ、このそもそもこの駿府城は徳川家康が、まあ、晩年に使っていたお城で、はい、まあ、サイトの紹介によりますと、まあ、この駿府城は、まあ、城郭史上最大の天守台が、まあ、築かれたと言われています、まあ、現在、まあ、中堀の内側にある旧二の丸と本丸が、まあ、駿府城公園として、まあ、整備されており、まあ、石垣や堀を見ることができるんですね、まあ、また、辰巳櫓と、まあ、東御門、あと羊猿櫓ですねが復元されて、まあ、資料館として公開されています。まあ、桜のシーズンは、まあ、ソメイヨシノが満開になり、とても綺麗だそうです。まあ、残念ながらですね、まあ、今回この雨で、はい、あんまり人がいなかったって。でもなんか安田さん毎回行くと公園行ってるイメージがあるんですよね。そうだね、なんか公園に惹かれるんですか。惹かれるね、なんか子供がなんかわちゃわちゃ遊んでるのを見るのも好きだし、あとはそういう緑が好きっていうのもあるかな。なんかしかも自然が好きなんですかね。うん、自然が好きっていうか、その都会っていう感じの中にいきなりドンってその公園の緑っぽいのがあるのが、なんかその異空間みたいな感じの、あれが、あの雰囲気のガラッと変わり方が好きかなっていう感じで、毎回公演をちょっと目指していってるっていうのもあるけど、じゃあ次も期待します、ね、そう、あ、はい、よろしくお願いします。こんな感じで、はい、はい、ちょっとご指摘はいただいて、ちょっと改善しては、はい、はい、ということで、はい、ということで以上、今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして、今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と的場孝志でお送りしております。さて、続いてのコーナーは、孝志くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、題して今月のプレイリポート。では孝志くん、お願いします。はい、今月は3月10日に、東京渋谷にあります東急シアターオーブで、公演されておりましたアナスタシアを感激してまいりました。はい、アナスタシアはですね、1997年に20世紀フォックスが、アニメ映画作成をされまして、それが、2017年の4月に、4月から、ニューヨークのブロードウェイで、上映されておりました。今回、出演されて、いらっしゃったお方はですね、木下遥さん、海宝直人さん、道珍義邦さん、他多くの方々が、出演されておりました。はい、簡単になんですけれども、あらすじの方を説明させていただきたいと思います。
舞台は1917年ロシア、サンクトペテルブルク、巨大な権力を誇っていたロマノフ一族が抹殺される。命を免れたアナスタシアは、逃走の最中に記憶を失う。自分が誰かを見つけるために二人の詐欺師ディミトリとブラドと共にアナスタシアの祖母マリー皇太后に会いにパリへと向かう。その最中アナスタシアは少しずつ昔の記憶を取り戻していくがという内容になっております。僕はですねこの作品を見て一番印象に残ったのは舞台美術なんですよ。毎回僕は結構役者さんの動きだったり、うん、歌とかに、うん、惹かれるところがあるんですけれども、うん、今回はですねアナスタシアって、うん、まあ要はアニメ映画なんですよね元々、うんうんうん、なんですごい世界観があるんですよ、うん、でそれを舞台で表現するとなると、うん、少しこうなんて言うんでしょうリアリティがあって、うん、こうファンタジーしてない感じの舞台がたまに、よくあるんですけれども今回はですねもう舞台セットが変わるガンガン変わっていくんですよ。そうなんだ。ここまで舞台のセットが変わる舞台もないなっていうかこう場面の移り変わりがものすごくあって、こう小道具とか大道具も豊富さ、もう一番びっくりしたのはですねこう歌ってる最中曲中にある一個のこう巨大な型、うん、要はさっき記者の型ですよね。記者の型が出てきて、うん、それをこうかそれが回り舞台って言ってこう回すことができるんですよね、こう遠隔操作で。あ、その記者が回るってことね。そうですね。なので、そこに入っ、そこに出演者が入って、うん、こう歌ってる最中に、うん、片方で歌ってる人、うん、でもう片方にいる人がいるわけじゃないですか。あ、そうだね。そうなると要はカメラアングルを変えるかのようにこう回してぐるぐるって回して次はこの人が歌うみたいな。なるほどなるほど。で全体を通してものすごいこうなんて言うんでしょうね、逆に映像を見ているかのような。あ、なるほどね。ミュージカルというよりは。そうです。そうです。そのなんか印象がもうなんかエンターテインメント中のエンターテインメントみたいな、ワクワクドキドキっていう舞台でしたね。なるほどね。そのミュージカル、ミュージカルってファンタジーじゃないですか。うん、まあね、ありますか。まあそうなのかな。ちょっと言い切りすぎるとあれですね。そうだよね。ミュージカルって結構歌って踊るものなんですけども。まあでもファンタジーゲームあるっちゃあるけどね。うん、まあそうなんです。今回はですね、そのファンタジーだからこそ、うん、そのミュージカルの踊るとか歌うとか、そのありえない空間、その空想の世界だからこそ、歌っていうのがものすごくこう伝わってくるところがあって、なるほど。やっぱミュージカルは親切なんですよ。親切ってどういうこと？だからさっき言ったあれ、その回転するからその場面を意識しやすいっていうか、そういうこと？それもあるんですけども、うん、やっぱりこう、いやまあストレートプレイとかだと、うん、やっぱ言葉で説明不可能な部分というか。うんうんうん、誰かと誰かの間に絶対に埋められない空間があるじゃないですか、喋、うんうん、ってる最中に。あ、そうだね、そうだね。ただそこを歌に乗せることによって、うん、そこをいろんな角度から描けるみたいな。あ、なるほどね。そこがですねこうミュージカルの魅力と言いますか、この作品を見て思いました。じゃあある意味あれかな、僕みたいにあんまりそのミュージカル見たことないよっていう人にはおすすめって感じか、その公式的には。そうですね、見て面白いですし、っていう意味では、うん、分かりやすいと思います。ああ、なるほどね。本当に。でその一番思ったのはですね、海宝直人さんという方が、はい、そのディミトリーっていう詐欺師の一人を演じてらっしゃってるんですけれども、はいはい、その歌声の中にですね、うん、やっぱ先ほども言ってたんですけど、そのミュージカル親切だっていうことでその不可能と言いますか、うん、言えないこと、うん、言えないことを、うん、メッセージとして言葉の中に、歌の中に詰めてる。あ、歌が聞こえてくるよりもメッセージが先に出てくるっていう。あ、なるほどね。すっごい聞きやすいですしもうこの声歌を歌いたいっていうことで。あ、なるほどね。本当に見てよかったかもしれないね。もう唸ってるまた見たいということで。そんな本だね。本当に見てみたいということで、はい、ぜひですねまた会ったらアナスタシアを見に行きたいと思います、はい、以上今月のプレイリポートのコーナーでした。さて続いてのコーナーは
モッケダの山形ということで、このモッケダのは、山形の方言でありがとうという意味だそうで、まあ、標準語に直すとありがとう山形、孝志くんのふるさと山形の魅力を紹介していただくコーナーです。では孝志くんお願いします。はい、僕はですね今回、帰省をすることがあったんですよ。冬に帰れなくてですね、なるほど、やっと帰れるということで山形に帰省したんですけれども、まあ、せっかく帰るんだったら、今回こういった形でなんか言えないかなっていうことで、今回一つ行ったところをご紹介したいと思います。はい、一つはですね、酒田海鮮市場っていう、お店屋さんなんですよ。お店屋さん、お店屋さんなんです。ホームページというサイトによりますと、酒田港に水揚げされた日本海の新鮮な魚が買える市場、市場ね、酒田港のすぐそばにあるんですけれども、1階が要は築地とかにもあるんですけれども、量り売りというか小売りされてるところ、その鮮魚屋さんがあって、上に海鮮丼屋、海鮮丼の飛島っていうところがあって、そこはですね要は買うこともできるし、食べることもできるというところなんですけれども、なるほど、ね、そのやっぱ海鮮丼って美味しいじゃないですか。まあ、そうだ ね、 そうだね。海鮮丼食べます？いや、そう、俺好きだよ。だから魚、海鮮系本当に好きだから、食べる食べる全然。ここは違う。僕が帰って僕初めて行ったんですよ。ああ、そうなんだ。僕今まで行こうと思ってたんですけれども、どうしてもこう時間がね、時間というか、まあすごい人気のお店なので、そういうこと、なかなか行けないということで、うちのお父さんもあんまり1回ぐらいしか行ったことがなくて、そんな人気で、その飛島という海鮮丼屋で、なんと船盛り膳を、船盛り膳、しかも膳丼じゃねえやん。聞かれちゃったんですよね。1日に30から50限定ということで。あ、まあ確かに限定さっきのさ海鮮丼のさ、熱をどこ行ったって、次はということで。了解。船盛り膳なんですけど、10種類のネタが載ってるんですよ。まあそのネタの種類、ちょっと名前が分かんなかったんですけれども、その例えば のどぐろのお刺身だったり、そのタイのカブト煮だったり、焼き白子とかもあって、そういうのを食べてみました。ですね、直接こう酒田港から水揚げされてるので、超新鮮なんですね。そうだよね、本当にプリプリっていうかちょっと言葉で説明するのが難しいんですけれども、確かにね、絶対美味しいよね、それは。もう本当に食べてみて本当に美味しかった、食べて本当に美味しかったです。良かったですね。で、もう一つ行ったところがありまして、その港以外にね、はい、で鶴岡市立加茂水族館という、愛称はクラゲドリーム館というところなんですけれども、これ山形県の鶴岡市にある、僕の幼い頃からずっと行ってた水族館でして、クラゲの飼育量が世界のトップクラスなんでしょう、ですよ。最大 50種類以上のこうクラゲが見れまして、こう直径5メートルってどのぐらいかちょっと説明が難しいんですけど直径5メートルの水槽、丸い水槽があって、クラゲドリームシアターっていうものがあって、すごいね。その中にこう2000匹の水クラゲが見ることができるんですよ。実際その成長段階のクラゲを観察できるっていうことで、そのクラゲバーっていうところも、その観察できるところもあって、またバーカウンターとか、もしくはそのクラゲのソフトクリームを食べることができたり、本当にですね、食べて美味しい見ても楽しいということで、ぜひですね、ただですね、今回ご紹介させていただきましたこう施設等の利用ではですね、昨今の新型コロナウイルスの、感染拡大を受けてですね、感染予防、感染拡大防止のためですね、休止中止と、されている可能性があるんですよ、これから。なので、これからというか今もなんですけれども、必ずこう事前にですね、ホームページなどで、ご確認の上行かれますことをあらかじめお伝えしておきます。はい、それでね、ぜひですね、山形県来てください。はい、以上、モッケダの山形のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、もうお別れのお時間ということで、
それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。